はナチュロパスのさやです。いつも応援ありがとうございます。私はオーストラリア政府認定の自然医療療法士として不調や疾患の根本治療のお手伝いを行っております。この音声配信では不調から解放されて健康な自分を取り戻したいあなた、毎月の生理痛や生理不順が当たり前になってしまっているあなた、毎年同じ薬を使い続けてそろそろ根本から良くなりたいと思っているあなた、そんな皆さんにお届けしたい内容が盛りだくさんの番組となっております。というわけでちょっとお久しぶりですよね。いかがお過ごしでしょうか。私は最近プライベートではですね、娘のベビーの頃から使っていた、たまりにたまったいろいろなものをねちょっと片付けないとと思ってで、処分したり売ったりとかしているんですけれども、なんかねこうなかなか毎日忙しいと後でやろうまたいつかやろうっていうのが結構あると思うんですけど、その結果こうもうベビーカーからなんかこうちっちゃい時に使ってた浮き輪とかですねたまりにたまってすごい数になったんですよね。なんでもうこうたまりにたまった分今処分するのがめちゃくちゃ、大変ですっていう謎の、ちょっと雄たけびでございました。さて、ちょっと久しぶりなんですけれども最近ですね、実際に治療とか、オンライン診療ですよねを、3ヶ月間ね受けてくださった患者さんがかなり劇的な変化があったので、ちょっとぜひ感想をいただけたら嬉しいですということでですね、感想をいただいたんですよね。なんで今日は、その感想とともにですね、いろいろとお話をしていきたいと思っております。テーマとしては、アトピー、ニキビ、吹き出物、体の内側から改善する方法といったそういったところでお話をしたいと思っておりますので、よかったら今日も最後までお付き合いください。というわけで本日はアトピー、ニキビ、吹き出物、体の内側から改善する方法というテーマにお話をしていきたいと思っております。まず最初にお知らせというか自己紹介なんですけれども、結局私誰やねんという方もいるかもしれません。私ナチュロパスさやの展開する総合医院ハミングバードヘルススペースというところはですね、自然医療で不調や疾患の根本治療をサポートしているそういったクリニックになっております。マンツーマンでのオンライン診療、血液検査とかの各種ツールを用いてですね、完全にパーソナライズされた健康の改善方法の提案をご提供させていただいております。よかったら、詳しくは概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらから一度覗いてくださいませ。はい。というわけで、冒頭で申し上げたように本日は実際のね患者様から嬉しい感想をいただきましたので本日は、感想のシェア、そしてまたこの患者様がどのような経緯で肌の健康が劇的に変わっていったのかというところをお伝えできればと思っております。まずはですねいただいた感想文をシェアしていきたいと思います。現在の日本の医療では対処療法が中心ですが、さやさんのオンライン診療は不調の原因にアプローチし、心と体を総括的に見てくださる根本治療です。長年悩んでいた悩みの原因を問診や採血結果をもとに詳しく分かりやすく説明していただけるため、納得した上で生活習慣の改善にあたることができました。今まで分からなかった原因を知れた時は本当に本当に嬉しかったです。おかげさまで長年の悩みだった吹き出物やアトピーが少しずつ良くなり、毎回鎮痛薬を飲まないといけないほどの生理痛がなくなりました。すべてのことに原因があり、心と体はつながっているということを自分の体を通して深く実感することができました。そして何よりさやさんの明るくハッピーなエネルギーに毎回元気と力をいただいていました。私の中で今年やってよかったこと第1位です。わーありがとうございます。
一人ではなかなか難しかった体質改善をプロにサポートしていただくと変化が早いなと実感しております。自分の体としっかり向き合いたい方にとってもおすすめです、という感想でございました。本当にありがとうございます。嬉しいですね。さあ、こちらの患者様なんですけれども、年齢は20代後半で、女性の方でございます。とにかくですね、昔からアトピーに悩んでいたそうで、もう長年ね、何十年にわたって、よくあるステロイドを、使っていたそうなんですが、ついにね、去年、やめたそうなんですね。ところが、アトピー用の薬はまだ飲んでいるというところです。そして、その肌なんですけれども、ニキビとか吹き出物もとにかく小学校のね、高学年ぐらいからずっと悩んでいたということなんですよね。で、その後の診療、問診ですね、を通して分かったことは、とにかく、PMS、生理前の症状ですよね。もうとにかくもう自分が自分じゃないぐらいイライラしてしまっている、生理痛がもう毎月毎月鎮痛剤を飲むほどひどい。そして、便通に関してなんですけれど、ここねちょっと聞いてほしいんですけれど、便通は毎日出るということだったんですけれども、これねタイミングを私はよく聞くんですけれども、皆さんどうでしょうか。1日のうちでいつ便通がありますか。いつトイレ行きますか。というのもですね、この患者様の場合は朝一、もうとにかく朝起きて結構すぐトイレ行かないといけないという、そういった感じなんですよね。どうでしょう、皆さん同じような方いらっしゃいますか。朝起きてちょっとしたらもうすぐトイレみたいな感じですね。これがですね、ちょっと人にもよるんですけれども、この朝一番に催すというのはですね、実はもしかすると裏を返すと脂質、油分ですよね、がうまく分解されていないサインであることがあります。つまり、油分、これは肝臓で分解されるんですけれども、肝臓がね何かしらの理由でうまく分解されていないとどうなるかというと、普通よりも多くの脂質が分解されないまま、腸にたどり着き、そして便になり、そして、体がもうそのねたくさんの脂質を排出したいので、もう朝一に、催す、そういった、働きというか動きが可能性があるんですよね。なんでどうでしょうか、第一、もう朝一すぐにトイレに走っている方っていうのは、もしかするとちょっと健康なのかもしれないけれども、実はちょっと背景にはこういった可能性もあるということをぜひ覚えていてほしいです。そしてですね、この方は特にその油の排出のためにトイレ行ってるので、あまり実はこう健康な腸の動きとは私は言わないんですよね。そのためですね、体にとっていらないものっていうのを排出する出口、一番は便、その次に、2番目が肌なんですけれども、やはりこのなかなかね、お腹の中がうまく整っていないと、どうしても肌に、2番目来るわけなんですね。そしてまたこの便の、中身ですかね、いらないものに脂質が多ければ多いほど、ニキビとか吹き出物といった形で現れてくるんですね。本当にね、肝臓ってかなり大事な臓器で、私のことを知ってくださってる方は何回も言っているんですけれども、肝臓の働きね、どんなことをしているかというと、先ほどから言っているように、まず油分の分解をします。ですので、なかなか痩せないとか脂肪が多い、コレステロールが多いといった方、肝臓をまず第一に見ないといけないんですね。そして、この油分の分解もそうなんですけれども、肝臓というところは、ホルモンバランスの代謝を司る、そういった臓器でもあります。ですので、PMS だったり生理痛といったこういう症状をお持ちの方、
実はね、子宮とか卵巣だけではなく肝臓に目を向けることもすごくすごく大事なことになってくるんですよね。というわけで、この方にはまずは、漢方、それから食事で肝臓のお掃除リセットというのはやっていただいております。でそれからね、肌の健康の最も大きな鍵を、握るのは、次に食事になってきます。実はですね、話をよくよく聞いているとこの患者様もう一つ悩みがあって、それは甘いものがやめられないということだったんですよね。で私はですね、冒頭で申し上げたように血液検査とかもしていただくんですけれども、この血液検査の結果から実はですね、その方の栄養状態っていうのも結構読み取ることができるんですね。でこの患者様の場合、血液検査の結果から発見したことは圧倒的なタンパク質の不足を発見しました。でね、やっぱり糖質とか糖分、甘いものですよね、に頼った食生活っていうのは、この糖分糖質っていうのは実は短距離走者と私は呼んでいるんですけれども、体の中に入った瞬間結構ねすぐにエネルギーになりやすい養分ではあるんですけれども、逆にすぐに燃え尽きてしまうような、そういった本当に短距離走者なんですね。なんで、食べた瞬間はかなり満腹感とかエネルギーとか頭が働いたりするんですけれども、でも30分も経つとまたお腹が空いてきたり、エネルギーがなくなってきたり、まあこれダイレクトにもうちょっと詳しく言うと血糖値にもかなり関わってくるんですよね。ですのでこう急激に血糖値がバーンと上がった分、血糖値また急激にガーンと急降下もしてしまう、そういったことが体の中で起こっています。でね、1日に必要なタンパク質の摂取量っていうのはね、これ実は皆さんの体重、それから運動量によってかなり異なるんですよね。ですのでこの方にはそのあたりをどうやって食事でカバーしていくのか、どれくらいこの方の場合取った方がいいのか、そういったことをアドバイスさせていただきました。それでね、このタンパク質についてもう一つちょっと、ポイントを挙げたいんですけれども、特に今日肌のことについてお話をしていますよね。この前ねコラーゲンのところでも少しお話をさせていただいたんですけれども、そもそもコラーゲンというのはタンパク質なんですよね。だから肌の健康を気にするとき、高い化粧水とか美容液とかの前にそもそもタンパク質の摂取が不足していませんかということなんですね。タンパク質の摂取が不足してしまうと残念ながら肌の健康も整わない。なぜならタンパク質自体がコラーゲンだからなんです。皆さんお気づきだったでしょうか。はい、というわけでタンパク質の圧倒的な不足というところでもこの方は、かなり肌の健康に影響を及ぼしていた、そういったことになります。まあね、他にもいろいろと細々とした調整を一緒にやってはきたんですけれども、主にはこの2つですね、肝臓をきれいにリセットしたこと、それからタンパク質をしっかりと取ったこと、こんな感じでね3ヶ月間一緒にやってきた結果、肌の調子もめちゃくちゃ良くなったということですし、そして生理痛、毎月ね薬を飲まないといけなくなったのがもう薬はいらなくなったというところまで来ました。人間のね細胞っていうのは120日ぐらいかけてやっと新しいものに変わるんですよね。なんでこう今日飲んだから明日 OK とかそういったわけには残念ながらいかないんですけれども、やはり、根気強く自分と向き合うことでかなり体も変わってくるということなんですね。なんで本当にねこの患者様の場合その辺しっかりと自分ケアをされたので結果いいところまで来れました。というわけでね、まあこういった感じで実際ね私が普段どんなことをやっているのかというのもちょこちょこシェアをしていきながら誰かの健康づくりのヒントになれれば嬉しいなと思っております。というわけで本日もお付き合いください。ありがとうございました。
健康に過ごすための対策を打つには、まずは原因を探っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。ナチュラパスのおさえでした。